皆様こんにちは、メディカルハーバリストのリエゴです。本日は5月のねハーブガーデン、今年ちょっとねぎすごい寒くって少しね例年よりも遅れてるんですけども、私の家の小さなねハーブガーデンから、いろんなハーブをねご紹介するシリーズと、はい、させていただいております。今日のハーブはこちらの白いお花をつけているハーブになります。名前がですねクランプバーク、はい、ヴァイバーナムオプラスというね名前のハーブになります。はい、こちらね、7年目になって初めてね、咲いてくれたあのお花なんで、すごい今年めちゃめちゃ嬉しかったんですけども、可愛いお花だけど使う部分はね実は幹というか枝というか、はい、この木の部分ですねを使います。だからバークですね、樹皮の部分を使います。主に鎮痛作用が、鎮痙作用、鎮痛作用がね、に優れたハーブで、いろんなね、痛みの、まあ、特にセムスマスというね、内臓系の痛みに使うことが多いんですけども、月経痛とかね、胃腸のね、痙攣の痛みとかによく使われます。月経痛だと、実はもう一種類の方のバイバーナムで、バイバーナムプラニフォリアムっていうのがあるんですけども、英語名がブラックホー。そちらの方をね好んで使われるハーバリストさんもいらっしゃいます。私もですね月経痛の場合はブラックホーを使うことも多いかな。うん、はい。あとはですね、痛みとして、他にねよく使うハーブなんですけど、クランプバークもね、まあ、頭痛とかにもね使ったりもするんですけど、もしですね、まあ、ストレス性、これ一応鎮静作用系もね期待できますので、鎮静作用が、まあ、リラックスとかねいう時にも使うんですけども、もし痛みがかなりねストレス性でこうなんというか、うん、ちょっとねリラックスしたいなっていう時なんかだったら、このバレリアンですね、バレリアーナオフィシナリスの方も一緒に使うことね多々ございます。バレリアンの方は今ちょっとまだ花がね咲いておりませんけども、はい、バレリアンオフィシナリス、こちらはルートですね、根っこの方を使います。こちらのクランプバークと、ねの樹皮と、こちらのバレリアンの、はい、ルートをね使って、痛み、月経痛、ストレス性の、まあ、胃腸のねスパズムな痛みとかですね、使っていただけると思います。バレリアンのお花もねつけときます。はい、こちらがねクランプバークのお花、可愛いですよね、横から見た感じです。あまりね日本ではね聞かないハーブですけども、イギリスのハーバリストの間ではかなり頻繁に使われるハーブのご紹介でした。ではでは。